はい、皆さんこんにちは。りんなです。だかです。エイティブログです。私たちは大阪に来てます。昨日はインスタグラムで皆さんに大阪に来るならどこに行けばいいですかって聞いたので、いろいろ返事いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。それを参考に一番意見の多かった新世界にやってきました。はい、目の前にドドンって、こちらです。通天閣、すごいね、迫力あるね。ね、なので、まあ、新世界で串カツ串揚げをぜひ食べてくださいってコメント来てましたので、でインスタ のコメントでいろんな場所をおすすめしてもいただいたんですけど、実は今日あんまり時間がなくて全部行きたいんですけど、また次回大阪来た時に残りの場所は行きたいと思います。そうだね。まずは新世界を楽しみます。どうしましたか社長？ちょっとセルフィーを撮りたくて。何、インスタのストーリーにあげますか？イエス。はい、こんな感じで私たちセルフィー撮ったです。はい、ということでこれがインスタグラムのストーリーに上がります。ちなみにインスタまだフォローしてない人、インスタフォローしてください。何を食べましょうね。串カツ、串カツとかもう串カツしかないんだけど。そうだよ。だからどっか1本入って串カツ何本か食べて、たこ焼きも食べたいし。何たこ焼きも食べたいよ。私の言うことだよ。何って、もんじゃ焼きでもいいし、お好み焼きでもいいけど。いや、もんじゃ焼き大阪じゃないよ。もんじゃ焼きはあれだっけ、東京の下町だっけ。そうだ、浅草だっけ。もう何もわかんない人だね。大阪の皆さんすいません。そう、本当にそうだよ、謝って。ちなみにレナ社長は大学生の頃大阪に1年間交換留学で住んでたので、はい、めっちゃ詳しいと言いたいけど、ドドンボリにしか行ってないよ、もう1年間ずっと。は、大阪といえばタコでしょ。タコタコちゃん超かわいい。タコちゃん、いりません、行きましょう。欲しい。なんかすごいね、なんかもうガチャガチャしてる。あ、めっちゃいいよ。目を引く建物が多いね、うん、あれももうどんだけ目立つか勝負みたいな感じだけど、わ、これもすごいじゃん、ビリケンさん。あ、こっちは有名な、こっちいつもみんなこっちから撮ってる写真。あ、そうなの、じゃあ撮っとこ。あ、社長、たこ焼きあるよ。何、いらない？いらない。あ、でもしかも有名な人いっぱい来てる。そうなの。1個食べない、たこ焼き。大阪来てたこ焼き食べないってやばいよ。いや、大丈夫。え、何のために来たんですか？串カツを食べに来た。ゲームセンター昔ながらのゲーム、ね、射的とかもあるし。やる？レナ下手だよ。できないよ、私絶対。でもこれ食べ物がもらえるから意外とやる気が出るかもしれないよ。はい、じゃあこちらで受け付けさせていただきます。はい、ありがとうございます。で、普通にお菓子が欲しい場合は今言うた何々賞っていう的以外のこちらに関してはもう普通に落としたお菓子がそのままもらえますんで、やったことないから絶対にめちゃめちゃ下手だよ。とりあえずじゃがりこ狙ってください。じゃがりこ、じゃがりこが欲しい。じゃがりこが欲しい。ミルキー落ちた。じゃがりこが欲しいんだね。はい、完成。ありがとうございます。ミルキー2つ。どこに行ったの？上の人形に当たったよ。え？上の人形に突き刺さってた今。嘘、見てもないよ。どこ、その下。あ、当たったけど。何に当たった？じゃあ何、こちらへん。おお、落ちた。おー、やったやった、はは。おめでとうございます。最後一発でタカが勝負するよ。コアラ、コアラのマーチ狙います。当たった？当たってない。はい、タカタカやってやって、見せて。いきます。何を狙ってる？でもこれさ、なるべく近い方にやる、これで。あ、そう、コアラのマーチ。当たった？端っこに当たっちゃった。いや、コアラのマーチ落としたいね。本当に？え、このやり方でいいの？当たったのに跳ね返された。でもコアラのマーチ重たいから無理かもね。そうじゃない？ラスト一発です。打っちゃっていいの？どうぞ。
じゃあ下のなんかそう小物でいいんじゃない。小物1個あれ落としたら3つ落ちるんじゃない。ゼロだったかな。残念。私の勝ち。ありがとうございます。はい、ということで射的で500円でこれもらいました。ミニコーラ。私たちは向いてません。はい、今また通天閣の下に戻ってきました。なんか下にあれあるね、なんか絵が描いてあるね。あ、展望台入り口こっちですって書いてある。まずは串カツ、串揚げ行きますか。目の前にお店があります。串カツだるま。もう店が多すぎて分かんないので適当に入ります。はい、今注文しました。行きますか。やり方分かりました。乾杯。甘くない。甘い、めっちゃ甘いね。はい、私たちの注文が来ました。お腹空いてないから1,2,3,4,5,6 分だけを注文しました。さつまいも、たこ、れんこん、全部違う。ささみのしそ巻き、全然違う。チーズ、なんとか。もう一回やりましょうか。アスパラ、アスパラ、しいたけ、チーズ、たこ、れんこん、しそ巻き。はい、そういうことです。はい、食べましょう。れんこんから食べる。シンプルで美味しい。次、椎茸。椎茸めっちゃでかくない？めっちゃうまそうじゃん。うまい。いや、私はこの大阪の作り方が大好きだと思う。本当にめちゃめちゃ美味しい。うん、食べ応えあるわ。うまっ。おい、喧嘩になるよ。タカの一口が大きいから喧嘩になるよ。ケチクソだね、本当に。次はシソチキンだよ。シソチキン絶対うまいじゃん。最初にあ、とと何を考えてるの。さっきケチされたから。ほう、シソがいいアクセントになってる。うん、さっぱり、うまい。でも全部おいしいよ。アスパラ、ちょっと壊れたアスパラ。L だよ。LT ブログの L だね。ああ、そういうこと。うん、おいしい。柔らかい。うん、追加しております。ちなみになんか携帯でね、QR コード読み込んで注文できるというだるまさんハイテクですよ、めちゃくちゃ。何が？タカが欲しい。ああ、ずり、つなぎも。それ？うん。レナは食べれないよ、つなぎも。はい、注文確定。俺はタコ。レナは生姜、いただきます。子供だね、子供だね。可愛いって。もう30歳のおばさんだよ。可愛くないよ。信じられないよ、その言い方。さつまいもとずりは塩でどうぞ。嘘。塩、塩。本当に？話聞いてないよ。塩でどうぞ。うまいじゃない、甘いじゃない。ホクホク、うん、おいしい。うわっ、あの、言ってましたけど、何その顔。あっこ、言わんかい。ホクホクだよ、何したよ。アクアクだよ、言わなきゃいけないの。熱っ。熱々じゃんこれ。ホクホクじゃないよ、熱々だよ、わかる。食べましたね。お、外が薄暗くなってきた。ありがとう、おじさん。おじさんとおばさん。おい、食べました。お、後ろに通天閣映ってる。あ、本当だ、綺麗じゃん。雰囲気いいよ ね、ここら辺。ということで時間も限られてるので、はい、新世界終わりでもう一つインスタグラムでおすすめされた場所に行きたいと思います。どこに行く？もう忘れた。名前何だったっけ。いや、ずっとタカが言ってたから。みたらし団子を食べに行きます。はい、ここからまたちょっと車に乗って移動していきますので、はい、行きましょうか。あっちじゃない？あ、重曹。
13って書いて重曹って読むの。いや、この大阪に来たことないよ、初めてだよ。あれだね、あれ団子屋さん、めっちゃいい感じ並んでるね、本当に。うわ、うまそう。うわ、美味しい。やっぱ見てこれ、うん、これは食べたい。みたらし団子、超うまそう。これは食べたいよ。見ましたか、みたらし10本。なんかね、みたらし団子の焦げのボリュームを選ぶなんて、焦げ少なめと焦げ普通と焦げ多め。天才的だよ。どれでいきましょうか。いや、それは多めでしょう。焦げ多め、カリカリできますか。はい、ありがとうございます。みたらしいって、いただきます。超おいしい、超焦げ焦げ。焦げ冷めたらね、苦味に変わるから早く食べてね。焦げ多めです。うん、あと熱々でめちゃめちゃ柔らかいし、みたらしソースちょうどいいの、甘さと焦げの苦さと、うん、これはめちゃめちゃ天才的なみたらし団子。またですね、視聴者に感謝ですね、教えてくれて。感謝です。これは美味しいでしょ。焦げめっちゃ美味しい。ちなみに俺みたらしめっちゃ好きで、いろんなみたらし食べてるから、その中でもトップクラスにうまい。うん、本当に。みたらしソースはまだなんかあと2本がつけれるぐらいの。ドゥルンドゥルンにつけてもめっちゃハマる。さっぱりうまい。はい。もうやばいよ、この美味しさ。あ、いいよね。雰囲気もいいよ、このお店。そう、ここが本店かな。うん。あ、ちょうど阪急重曹駅の目の前じゃん。そう、めっちゃ便利な。めっちゃ便利じゃん。私たちは名古屋に帰ります。この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムまだフォローしてない人はインスタグラムの登録もお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。